はいどうもこんにちは、たかしです。今日も元気にいきましょうぜ。はい、皆さんジャンプちょい見せ読みましたか？この動画はですね、ジャンプ最新話1114話のちょい見せですね、公式の1ページ目の内容がありますので、まだ読まれてない方はお気をつけください。さあ2週間ぶりですね、ゴールデンウィークが明けまして、前回はジャンプがですね合併後だったので、今週ジャンプがなかったんですけれども、来週ありますから楽しんでいきましょう。今日は1ページ目のね感想動画を撮っていきたいと思います。それでは行きましょう。お願いします。はい、ぜひぜひチャンネル登録まだの方よかったらお願いします。毎週ちょい見せの感想動画も上げてます。一緒に楽しんでいければ嬉しいです。はい、そうしましたらまず最初にですね、初見のリアクション撮りました。あの1ページでね短いんですけれども、ご覧いただければと思います。それではちょい見せのリアクションでございます。どうぞ。はい、行きましょう。リアクション、やばいやばい。2週間ぶりですぞい。はいはいはい。1114番。はいはい、ちょい見せ。はい、新世界海軍本部。あ、世界が海にし、あ、海軍本部も見てるんだ、見てるんだ。何を言い出すんだ、ドクターベガバンク。あ、坂月はなんか知ってる風か、これ。坂月点点点だね。あざけ、あ、モックタウン待って、モックタウンも見れんの？やばいで、ね。やばいやばいやばい。はい、ぜひぜひ皆さん今週もコメント残してやってください。いつもありがとうございます。さあ、じゃあ行きましょう。さあ、ちょっとね、まあ、2週間空いたので、前回のね、おさらいを軽くできればと思います。前回、1113話、ステイルメイト。ベガパンクの放送がね、始まるのかどうなのかっていう中で、マーズ星がパンクレコーズの中に入っていって、ベガパンクの頭。まあ脳みそですよね。それを見て、死とは一体なんだと。いろいろね、なんだか悟ってる部分もありましたが、これからベガバンクの放送が始まるっていうことで、世界中のいろんなキャラのところにね、場面は変わっていきまして、まあシロップ村のね、カヤ、ウソップ海賊団とか、あとクロッカスさん、そしてバルジモア鳥の王国など、いろんな場所にね、こう、シーンが映ってって、各島にいるキャラクターたちのリアクションが描かれましたね。で、そんな中、ベガバンクの配信はスタート。配信でんでん虫をね、壊したところ、普通のでんでん虫でしたよーん。おのれベガバンクとマーズ星怒っております。五老星の鼻を明かした感じでね、なんだか読者としてはすごく嬉しかったですよね。ベガバンク放送始まりました。よし、では改めて配信を始める。ドン。まあそこから五老星の焦りっぷり、めちゃめちゃ焦ってますね。クローバーの二の舞にはならんというわけか。おわらの無念を晴らそうというのか。ベガバンク焦ってますね皆さん。まあそんな中ね、馬骨の能力ナスジュローの元にサンジが来て、ナスジュローにね蹴りを入れたり、そしてそこに追い元カーシーも参戦している。かつそこにボニーさんのディストーションフューチャー、巨人みたいな未来。いや、ここも続き気になりますよね。戦力としてはね、ナスジュローがちょっとねめちゃめちゃ強そうですから、どうなるかなっていうところに、まあサンジ、ボニー、強力なねキャラたちもいます。なのでここも注目ですね、ちょっと来週ね。でそんな中、メガパンクが心肺停止した時にこの放送がされるようにあらかじめプログラムしてるよと。でその内容に対するリアクションもね、まあ、デュバルが映ったり、シーザーが映ったり、モルガンズ映ったりとしてましたね。でシーザーは泣いてるわけですよ。でシーザーも扉絵シリーズで、まあ、ネオマッツをねジャッジと、まあ、再結成してるわけで、なんか今後にね絡んできそうではあるんですよね、ネオマッツが。ただここでさらっとね一コマ描かれたんで、今後ネオマッツがどう絡んでくるのかっていうところもちょっと注目ポイントですよね。でそしてベガパンクの放送は始まっているわけで、私を裁く者たちが誰であれ、それが悪と問いたいわけではない。私は善悪を論じない。そうできるほど彼について分かっていないのだ。こう言ってましたね。これが誰なのか、来週明かされるのかってところも気になる部分ですよ。まあ、おそらくね、ジョイボーイっぽいなっていう感じはしますけどね。で、そんな中、麦わらの一味、ロビンがいる場所にサターン星来ましたね。ロビンちゃん、やはりオハラのことを思い出して、ゾクッと、ちょっと身震いしてるところ、それにナミさんが気づいて、ロビンを守れ！絶対守る！ここやっぱ熱いっすね。いや、ここ熱いな。何回見ても熱いわ。それをこのね、要は、ナミを筆頭にして、これ動いてるのもまた熱いですよね。普段だったらロビンに守られる側のさ、ナミ、チョッパー、ウソップがこれ、率先して動いてる。で、そこにね、ブルックもちゃんと入ってって。そこのやっぱ構図がめちゃめちゃ熱かったですね。で、そしてマーズ星ね、デンデムシ探したり。で、そしてヨークもね、考えると。どこに隠れてるか、どこから配信してるか、探ろうとしてますよね。なんで、ヨークは多分これ、なんか見つけそうな気がするんだけどな、どっかのタイミングでね。で、からのラストの衝撃。発言。じゃが、みんなには知っておく権利がある。結論から話そうか。この世界は海に沈む。ドン。激ヤバ。いや、これやばいな。まあこれ結構今までのね、ワンピース読んでる中でも相当衝撃なコマでしたよね。なんだか本当にワンピース最終章で、その最終章もいよいよ本当どんどん終わりに近づいてっていって、
ってるんだろうなっていうぐらいの衝撃を受けたこのセリフでしたよね。でそこでゴールデンウィークで合併号での明けての2週間後ですから超楽しみですよ。1114話、いややべえな、ちょっと月曜もまたなんか怖いね。これ以上のさもっとやばいのが出るかもしんないじゃん。さらに説明もあるかもしんないじゃん。ちょっとねドキドキしつつワクワクしつつなんかちょっとね寂しさそのあたりも感じつつけどね、どちらにせよめちゃめちゃ熱いだろうから、まあそれを受けての1114話1ページ目話していきましょう。メガバンクのその発言からシーンは世界中の場面に移っていきそうですね。この1ページ目から見るとまず最初に描かれたのが海軍本部、世界が海に沈むーと最初にリアクションが描かれたのが海兵なんですよね。なんかこれもちょっと意外だったというか、なんか世界中の今まで触れてきた人たちが触れるとか、なんか海に沈んで困る人たちっていうよりもむしろその世界政府側が最初に描かれるっていうところも気になったところですよね。でこれ海軍本部の海兵たちも知らないんですよね。いやここなんだよね。あここまで情報さすがにやっぱ落ちてないんだってところですよね。今ねもう見る限りもヒナもいるしね、結構有名どこはいないんだけど、あのロックスの話聞いてた海兵たちはいるよね。あの戦国がねロックスの話してる時のなんかこのなんかハンバーガーみたいな顔の人俺見覚えあるな。まあその要は海軍本部のもう少将とか多分もう中将クラスでしょう、その人たちでも知らないんですよこの事実を。つまり世界政府側はそういったことは別に言わずに海軍という組織を成り立たせてるわけですよね。うん、でここが意外と今後響いてくるのかどうかってところですよね。その世界が海に沈んでしまうっていう情報は誰が知ってるのかってところですよね。少なくともこの海軍本部のまあ、中将クラス少将クラスは知らないわけですよね。でそこからの杯さんですよね。このリアクションどう思いますこれ皆さん。杯さん点点点点点天のみ、ハマキスって天のみ、これどっち知ってんの知らないの、どっち杯さん坂さん、これどっちだと思います。いやこれまあパッと見の印象とあとやっぱその元帥という役職そのあたりを加味するともう個人的なもう第一印象はなんか知ってそうかなと思うんですけど、どうですか。なんか元帥は知ってそうな気がするんだよな。これ杯が全く知らなかった場合のことを考えるとこれ点点点点点はてなみたいな、なんか今までのこのワンピースの描かれ方としてなんか知らないキャラはこれはてな出てもおかしくないかなとか思うんですよね。うん、知らなかったらはてなはね結構ありそうじゃないですか、今までのねこのワンピース読んできた中でのなんとなくの印象ですよ。もちろん確定でね 100% そうとは言い切れないですけど、なんとなくこれ読んでる中で知らないとまあはてながついたりびっくりしたりとかそういったリアクションはもちろんするじゃないですか。ただ今回点だけなんですよね。まあもちろんこれがねその杯がそんなにねなんか動揺したりとかびっくりしたりとかそんなにするキャラではないので微妙なラインだとは思うんですけど、ただまあやっぱり元帥っていう役職の以上言うてしまえばねその海軍という超絶大きい組織のトップで、そこがそれを知らないっていうことの方が、まあ、世界政府ゴロ星側からしたらなんか動きづらかったりとか操りづらかったりしますもんね。だからある程度の情報は元帥は知ってると思うんですよね。まあ、戦国もね、頂上戦争の時とか、やっぱワンピースは実在するって言われて、もうめっちゃ焦ったりしてたじゃないですか。白ひげにそうやって言われたりとか。だからワンピースの情報だとか、その世界の真相の秘密を世界にばらされるっていうのは、まあ、世界政府側としてもまあ不都合ですしね。なんかそういった意味で今回の情報っていうのが、まあ、結局、まあ、ワンピースとか空白の100年絡みの情報ですもんね、間違いなく。なので、ある程度は、元帥っていう立場上知って、ってそうだとは思うんですけどね。もちろんねそのゴロ星が知ってる情報全て知ってるかって言われるとなんか知らなそうですけど、さすがにある程度のことは知ってそうだと思う。そうなると今回のこの海に沈むというこの全世界の結末、この青色の星の結末はなんか知ってそうな気がするんだよな。でまあ今ね話も出てけど戦国も知ってそうじゃないですか。まあもうこれもねちょっと根拠の駒が今すぐちょっと僕今出てこないんですけど、もちろんただなんかやっぱ元帥という立ち位置肩書き立場にある人物は知っててもおかしくないかなとやっぱ思うんだよな。というのもまあ直接ね五郎星とのやりとりもあるわけですからね、杯はね、直接文句言いに行ってましたもんねだってねドレスローザー編あたりか五郎星に直接文句言いに行ってるからなんか五郎星との接点はありますしね、まあ元帥という役職上もちろん。となった時にやっぱまあ戦国も知ってそうなんだよな。まあこうなるとどこまでの人物がやっぱ知ってるかっていうところはちょっとポイントになりますよね。まあロジャー海賊団はまあ海軍とかとは別でね自分たちのルートでラフテルに行って多分世界の真実世界の全てをね知ってそうで、やっぱオハラとかベガパンクとかはまあ研究の末それを知ってそうで、五郎星たちはまあ当事者っぽいですもんね。まあもちろん何百年生きてるとかわかんないですけど、少なくともその空白の100年にあったことは知った上で古代文字の研究を罪としてまあ動いてますもんね。なので世界政府サイドとしても誰が知ってるかだよな。であとやっぱ怪しい人物で気になるのはやっぱシャンクスだよな。シャンクスがどこまで知ってるかだよね。まあロジャーからのいろいろ話を聞いた上で泣いてそうですからね、ラフテル帰りの。となるとシャンクスが微妙ならいいんですよね。まあニカについては間違いなく知ってるから、
これがっつってね、ルフィの手配書に対してリアクションも取っててぐらいですから、だからまあニカを知ってるっていう時点である程度なんか聞いてそうなんだよね、やっぱロジャーにね。なんでまあその辺の人物たちですかね、なんか気になる部分としては。で黒ひげも気になるね。黒ひげどう思います？黒ひげも知ってんのかな、知った上で動いてんのか、はたまたそれとは関係なしに普通にね海賊王になってワンピースを手に入れるっていうねことなのかっていう部分も気になるけど、であと白ひげも知ってたかどうかってとこですよね。まあ、ロジャーとラスト、あの頂上戦争の後にあの桜のところで飲んでたじゃないですか。であの時に D の一族については聞いてるんですよね。教えてやろう、じゃあ D の一族っていうのはな、みたいな感じでロジャーから話されてたんで、ロジャーがどこまで白ひげに話してるか、それによっても白ひげ経由で白ひげ海賊団残党が知ってるとか、いや気になる部分ですねここで。海兵サイドだとやっぱりまあ戦国杯、ワンチャンガープ、どうなんだろうね。あとは大将がどうかですね。大将がどうかだな。大将になったら聞かされる事実とか、その可能性もありますもんね。ちょっとこの後どう描かれるかですね。でラスト、一応ね1ページ目のラスト、モックタウン出ました。ギャーハハワハハと笑ってますね。相変わらずあざけってますね。空島の時も散々ねルフィたちのことあざけりましたけど、ここは変わらずあざけりの街ですね。多分そういうことですね。何言ってんだメガバンク、いやははは、そんな夢みたいな話あるわけねえじゃねえかみたいなね。ルフィたちが当時空島を笑われたみたいな感じで笑ってるんでしょう、この人たちはね。なんか相変わらずで安心しますね。一番行きたくはないけど、ここ蜂の巣とモックタウンだけはちょっと怖くて行きたくないね。ワンピースの世界で前モックタウンがすごい重要な関わりがあるかって言われるとちょっと微妙ですけどね。あ、でももともとこの島自体にシャンドラがあったのか。シャンドラ400年前上行っちゃったけど、当時は下にありましたもんね。だからこの島、モックタウンがあるこの島、いやジャヤですよ、ジャヤもむちゃ重要なのか。実は800年前はだって地上にありましたし、でそこに黄金都市シャンドラがあったわけですから、これ今あざけってるけどめっちゃ重要か、実はモックタウン。あれこんななんかあざけ、相変わらずあざけってますねみたいに言ってたけど、これ実は重要だな、この次のページ気になるね。まあそんな当時の800年前の話を知ってるキャラがいるとかそういったことはさすがにないとは思いますけどね。ただやっぱちょっとジャヤもね、まあ重要な島ではあることは間違いないから、ちょっとこの次のページ、このモックタウンのキャラたちが描かれるだろうから、そこもちょっと気にしておきたいですね。はい、そんな感じです。いや楽しみだねやっぱ2週間ぶりはたまんないですね。というわけでまた月曜ね、最終を読んだらまた動画あげますんで、ぜひそれも見てください。はい、今日ここまでです。最後まで見てくれてありがとう。ぜひチャンネル登録お願いします。来週月曜楽しんでいきましょう。次も見てね、明日も楽しみ、またね。2週間ぶり楽しみましょう。だからお願いお願いします。